はい、じゃあ今日もね FF7 リユニオンやっていきます。はーい。お、コンシェル？また出ねえ。コンシェル？お、どなたですか？彼女。セフィロス。あ、セフィロス。知らないのですか？え、何？セフィロスさんは資料室にこもりっきりらしいですよ。ラブレス？資料室は情報端末の持ち込み禁止。そうなんだ。ですからしょうがないですね。じゃあ資料室行こうよ。資料室？何でも昔の科学部門のことを調べているそうです。あいつ、ホランダーのこと？モンスターにさせられちゃったんじゃないかってこと？どうした？うん、あのね、いつ作ってくれるのかなって。あ、ワゴンか。ワゴンのこと？花売りワゴン、忘れたの？忘れてるじゃん、これ。待ってろ、すぐ行く。すぐ行く？え、行っていいの？え、私そんなすぐ出れるの？本当に。はい、じゃあね、もちろんミッションミッションの時間です。ひゃー、すごい増えてた、はい、じゃあやっていきます。はい。なんかすごい長い時間ミッションやってたけど、えレベルは？え、レベル74。あ、エアリスを待たせてる間に、あのもうパラメータ見ればわかるけど、ゴリ魔法使いだから。まあこんな感じでね、やらせてもらってます。はい、なんかね一生出てくるよね、ミッション。そう、ミッションがね一生出てきちゃって、どうしようかなと思ったんだけど、なんかいっぱいやっちゃって。じゃあやっと教会に行こう。そう、あ、なんかまた増えてる。まあいいや。まあ 62% までクリアして。はい、ます。はい、ちょっとエアリス待たせすぎちゃったから急いで行こう。エアリス、あ、5番街セラム、あ、来た。あ、天使アンジール。どこにいたんだよ。すまない、これでも忙しくてな。まったく、セフィロスとも連絡が取れないし。何かあったのか？別に、なんか資料室に閉じこもって昔のことを調べてるってさ。そうだ、資料室行ってない。もう行くのか？本当だよ。何しに来たんだよ。ジェネシスとホランダーがモデオヘイムにいる。モデオヘイム、へえ、それを伝えに仕事してるんだね。気持ちだけはまだソルジャーだからな。あら、だから俺に伝えておいた、迎えが来るはずだ。かっこいい、その飛び方。片羽であんなうまく飛べるんだね。来たー、やっと着いた。やっと着いた。遠かった。お、モデオヘイムで仕事だ。分かってる、ちょっと待っててくれ。エアリスはいない。なんで知ってんの？なんで知ってんの？エアリスとはどういう関係？そうだよ、複雑な関係だ。うわぁ。彼女からは何も？何にも。ならば私からも何。なんで告すの？なんだよ、取り合いか？エアリスの乗せてって。ふん、まあいいんですけどね。いいんですけどね。あ、羽、え、白い羽だった。そっちにも羽が、え、違うじゃない、あれが来てたんじゃない？すごい音。え？え？どうした？え？え？急に？え？ザックス？生きてる？任務行く途中で落ちちゃったってこと？うん。いきなりモンスターのお出迎えとはね。厳しい戦いになりそうだぜ。うお、どこここ寒そう。腕出てるよ。ゾーン、兵隊さん、いた。携帯つながんないんじゃない？そうだよね、やっぱガラケーじゃちょっと厳しい、ね。ま、厳しいよ。みんな怪我もないんだからなんとかなるだろう。さすがだ、不便な土地では頼りになる。どうせ田舎もんです。さて、
落ちずに進んでいればモデオヘビ村に着いたはずだ。あ、村があるんだ。このまま進めば村がある。ちょっとスーツ用の格好でした。よし、俺についてかい。歩くの大変なんじゃない？革靴靴ずれしちゃうザックスの力を見せてやるよ。ほら来いや。どうした？ビビってんのか？やっぱ俺のレベル高すぎて敵出てこないみたいな。ビビらしちゃったか。歩くの遅い。おい、あんまり遅れるなよ。どうしたの？お前なかなかやるな。俺も田舎の出なんだ。あ、どこ？え、この声は？ニブルヘイム。え、ああ。ザックスは？俺、ゴンガが。どこ？あ、笑った。今笑ったな。知ってるのか、ゴンガが。いや、でもすごく田舎らしい名前だ。ニブルヘイムだって。知らないくせに。行ったことはないけど。めっちゃ怖い。マコーロがあるんだろ。ミントガル以外でマコーロがあるところは大抵。他には何もない。仲良しじゃん。え、もう仲良し。喜べさん、俺と。うわ、クラウド。うわ、若い。クラウドがいれば辺境の地は怖いものなし。え、かっこよすぎない？あのヘルメットの下みんなあんな感じってこと？そう、あんなイケメンが隠れてたんだ。すごい。え、クラウドだ。出てきた急に。ああ。うん？そんなとこで急に出てくると思わないよね。びっくりしちゃった。え？鼻と口だけでもイケメンなんだな、イケメンは。え？もう倒しづらいじゃんね。丸焦げよ。レベル上げすぎちゃう。丸焦げよ。急げ、寒いぞこの格好は。クラウドも出てきたしね。え、物語は加速する。え、なんか久しぶりに見たら超イケメンなんだけど。ザックスかすんだ。ちょっとかすんだでも種類が違うイケメンだから。ちょっとちっちゃいんだねクラウド。あれ、ちょっとマスカラ。まだ若いってこと？そうかな、髪型一緒だし。うん、普通にビジネススーツで雪はきついって。何？そのソルジャーってどんな感じなんだ？質問の意味が分かんねえぞ。もともと兵隊さんだったってこと？そうだね、ま、お前もなってみりゃ分かるよ。なれるものならね。大丈夫、俺簡単になれたし。え、そうなの？クラド、あれクラウド頭取ったの？もういいみたい、イケメンは隠さなくてあんなイケメンの兵隊いるの？いるみたい。完全にモブだったよね、ヘルメットかぶってると、うん、なんかいる。あれ、なんか色違うよ。え、こんな寒いとこでそんな格好してんの？腕出てるけど。ジェネシス軍だ。ジェネシス軍。魔法の試験堀に使われた施設だ。よし、俺が行く。任せんしゃい。この任務の目的は施設内外の視察。ジェネシス軍相手の戦闘は想定外だ。なるほど。想定外だから放っておけって？ありえない。いずれにしても敵情の把握は必要だ。建物の中に大軍が隠れている可能性もある。確かにコピーがいっぱいいるかも。まず俺がなるべく戦闘を避けて施設内に潜入で中の様子を探る。やれそうならやるし、無理そうなら退散。任せろって。ソルジャーはただの戦闘場じゃないってとこを見せてやる。どうやって逃げるの？入り口はあの倉庫の裏手だ。オッケー、任せろ。任せる。え、なんなら全員相手してもいけるって。この吹雪だ。体温の低下にも注意しろ。え、ホットドリンク。ホットドリンク。どんどん体温が下がる。
うわ、そういうミニゲーム？得意のあれで回復しろ。得意のあれ？スクワットだ。わかったぞ。やっぱりすごいな。え、かわいい。え？ここから警備の様子がよく見えるんだ。潜入の前に見ておきなよ。え？見ておこう。クラウドキュン。え、かわいすぎない？クラウドキュン。弟キャラなんだけど。決まったルートを巡回しているようだ。お、見つかるとどうなるの？警備 A は左側の採掘施設に沿ったルート、警備 B は右側の倉庫に沿ったルート、はあ、警備 C はここからだとよく見えないけど、はあ、倉庫の右手奥から採掘施設の手前の方までの長いルートを移動しているみたいだ。え、クラウド君、記憶失う前こんなに賢いの？ね、なんかやっぱ我々はここで頭がピュピュになっちゃったそうなのかな。見つかっちゃうとまずい、失敗。やり直しじゃない？宝箱ある。何あれ、罠じゃん。トラップ、宝箱あるよ。L1 しゃがむ、スクワット、ほらね。本当だ、ホットドリンクじゃなかった。体温が26になると死ぬって。あれ、あれ、危ない。お、アンチってこと。これ絶対見えてる。見えてるよね。なくなった。オープンザドア。他は？あそこと？そこにも隠れられる。絶対バレてるって。足落とすし。スカッチよ。それしゃがんでないと見つかるんじゃないの？あっちにいても違うのかな。あ、見つかってない。トンとことん、トントゴトン、俺いない。すごい、来ないじゃん。アンチ、あ、来た来た来た、来てるよ。ほらほら、やめろ。見つかってないぜ。危ねえ危ねえ。アクティベティングコンバットモード。あ、久しぶりに見た、シネシスコピー。見てえな。俺攻撃力ゼロなんで、あの剣でぶっても敵を倒せない。え、じゃあ魔法無効の敵が来たらやばいじゃん。終わり。甘んじて死を受け入れる。あ、何をする？博士。博士、お前には私が必要だ。あ、T シャツ、今 T シャツ着てる。お前の劣化は誰が止める？確かに。ジェノバ細胞。ジェノバ細胞？なんか聞いたことある。待て！クラド、よくやった。一緒に来てくれてたの？なんで来てくれたの？あ、危ない。弱い。クラウド。クラウド弱い。ジェノバ細胞は保管場所がわからない。工場でさえ知らないんだ。見つかり来ない。だったらこのまま朽ち果てるさ。ただし、世界も道連れだ。頭おかしくなっちゃったの？なんで？どうしちゃったの？任せたぞクラウド。俺はこいつを。ワンパンで沈めてやるぜ。悪いが。ああ、剣が。危ない。剣いらない。かっこいい。剣いらないか。まったく。おお。かっこいい。パリコレじゃん。何あの歩き方。服変えた？汚れてる。汚れてる、なんか。燃えてる？燃えたのか。おお。
画面大きくなってる。え、ここで戦うの？おいあれ悲しい。明日を望みて強くなりすぎたようだ。知る魂、誇りもついえ、飛び立とうにも翼は折れた。うわ、ハックン、なんか髪の毛の色も変わった。劣化してるってこと？劣化してるの？それは日の髪？いや、髪の毛の色変わったよね。なんか暗くなった。白いのが入ってる。茶色だったよ、ね、ソルジャーだろ。誇りはどうしたよ。そうだよ。約束のない明日であろうと、君の立つ場所に必ず舞い戻ろう。この世界が俺の命を脅かすなら。まともに喋ってくれないんだけど。道連れだ。やだ。え、やめて。なになになに、道連れ、どこに落ちたの？え、あれマコーロ、ジェネシス。なになになに、姿を消しただけ。あんな怖いよね、命綱なしのバンジージャンプ。ジェネシス、アポカリプス、ジェネシスモード、すごい。へえ。チョコボモードとジェネシスモード、そう、召喚獣モード。あれ、クラウドは追っかけたんだよね。クラウドもどこへ行ったんだ。本当だ、全部いない。なんだあの穴、みんな行ったのか。何、穴あったっけ。凍りついてるけど怖すぎ。みんな、ちょっとクラウド頼りなかったから心配。すごい、あ、すごい、なんか十字架がいっぱい書いてあって怖い。あ、温泉が、あ、温泉だ。え、めっちゃ良くないこの店。温泉併設されてる飲み屋ね。ステージもついてるし、健康ランドってこと。あの、うわ、やばそうなのがかっこいい。強そうだ、負けるかもしれん。アクティベイティングコンバットモード、コンプリートリゾルブ。一発だった。あれ、グリフォンだ、うん、乗ってけないそいつ。アンジールの、あれ怖い。アンジールも来てるのか。あ、でもさっきなんかちょろっと来て、ちょろっとどっか行ったよね。うん、エアリスの教会に来てたんじゃないのかな。ああ、あ、進んじゃった。あれ、クラウド、クラウド大丈夫。クラウド、しっかり。ああ、大丈夫？大丈夫。どうしたの？あ、ゾンも。ゾン。どうしたの？この先だ。ホランダを確保した。何があったの？何されたの？なんか。お前を。アンジール？アンジール？アンジールがやったの？これ。そうみたい。また？またおかしくなってるタイム？波があるから感じる。感じる波あり。今ちょっと闇気。役に立たなくてすまない。お、ちょっとクラウドっぽかったよ。確かに。ちょっと心を閉ざしてる。我々は大丈夫。オッケー、行くぜ。感じる、どうしたの？ここで決着か？闇タイム？今。今ちょっと闇タイム。闇機。何してんの？ジェネシスとは本当なら俺が戦うべきだった。ったく、誰が仕向けたんだよ。だが次は
お前自身の仕事だ。なんだって？どういうつもりだ？わあ、やだよ。戦いたくないって。待っている人はいるんだろう。え？エアリスのこと？アンジェラ。え？エアリスのことやっぱさらったんじゃん。なんで？いいぞ、アンジェ。我々親子の恨みを今こそ晴らすのだ。親子頑張れ。俺の父は死んだ。ならば、母の恨みを晴らせ。母は過去を恥、自ら命を絶った。そうなの？恥か。それは間違いだ。彼女は誇りに思うべきだった。なんだって？自分の名が実験コードネームに残されたこと。どういうこと？プロジェクト G、すなわちプロジェクトジリアン。ジリアン？お母さんの名前。母の名を口にするな。どういうこと？ジェロバ細胞を埋め込んだ女ジリアン。ジリアンの因子を胎児期に移植されたジェネシス。ジェネシスは失敗だった。認めよう。だがアンジュ、お前はジリアンの体内で細胞分裂を繰り返した。お前は完璧だ。兄弟ってこと？ザクス。いや、俺は完璧な細胞だけ。モンスターだ。俺の細胞は他者を取り込み、それを分け与えることができる。双方向コピー。ジェロバの力を正しく継承したというわけ。怖い。ザックス、覚えているか。世を苦しめる者すべてと戦うと約束したよな。でもあんたは違う。そうだよ、俺自身が俺を苦しめる。そんな。だから俺を倒してくれってこと？そうだよ。見せてやろう。何見せてくれるの？やめろ。取り返しがつかないことになるぞ。なになになに？なに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 ？うん？呼んだ。やめて。細胞だけでも。なんだ。あ、自爆しようとしてるから。そういうこと？え、違う。ほら、本当だ。アンジール！アンジール、早く魔法放って。放つんだ。全部取り込んで、もうモンスターになってザックスに倒させる作戦ね。アンジール、バカ。取り返しがつかない。この姿ではちょっとアンチエルと戦えないから。ザックス。ザックス。うん。かっこいい。腕組んでる。かっこいい。あ、切れちゃった。アンチエル。誇りはどうした？そうだよ。戦いたくねえ。ザックスやってまえ。え、あ、けど、え、何されてんの？ねえ、一発で終わっちゃったよ。アンジール、熱い戦いよ。アンジール、あー、アンジール、強くなりすぎた。ザックス、マジで強くなりすぎちゃったな。え、アンジール、ザックス、でも元の姿に戻った。よくやった。よくやったじゃないよ。え、死んじゃうの？あとは頼む。バスターソード受け取れねえよ。なんで？あいつのせいじゃん。何も悪くないじゃん。触れるか。アンジールを忘れるな。アンジールだって忘れたじゃん。よくも言ったな。ああ、嘘だ。ひどいや。俺を置いて。あの博士のせいってことじゃん。夢を持て。英雄になりたければ夢を持つんだ。そして誇りも。師匠が、兄貴が、
だってファンジールはただ生まれてきただけじゃんね。ねえザックス、はフィアリス、上の町に行ったら空近いんだよね。そうだよ。そう、怖いけどお花たち喜ぶかな。喜ぶよ。ザックスがいない。あ、いた、しょぼくれザックス。しょぼくれザックスずっと泣いてる。ああ。え？ずるいザックス。え？クラウドもそんなことされてない。え？だからやっぱり、うん。そっか。ヘアリスはクラウドの目は見ていなかったんだよ。そうだね。ファンジール。あ、持ってるよ。触れる？あ。あ、傷ついた。え、前髪めっちゃ、あ、え、髪型変えてる。変えてる。アンジェールリスペクト。本当だ。さやさんが言ってた髪型じゃん。え、そう、前髪ない方が似合うよって伝わったやっと。え、ザックス風格出てきたよ。え、じゃあファース、てかセフィロスは？あ、クラウドはもしかしてあれ、ソルジャーになりたいって。頑張れよ。かっこよ。え、ゾック先輩かっこよすぎる。ソルジャーは全員揃ってるのか。はっ、みんな新人だってな。あ、違う、はい、こっちにいるんじゃない。よろしくお願いします。一個だけアドバイス。アドバイス。命令だ。え、かっこいいんだけど、どうしよう。かっこよくなったよ。誇りを持てかな。そうだよ。そうに決まってる。な、覗いてる。あー、そのポーズ。夢を抱きしめろ。え？そしてどんな時でもソルジャーの誇りは手放すな。かっこいい。え？必ずまた全員でここに戻るぞ。一生ついてきます。ザクス先輩めっちゃ傷だらけになってる。行こう。はっ、うわ、えー、え、あ、あ、目がまだ青い。ほんとだ。ちょっと待って、マジ、え、きつえ、すげえイケメンになってたよ。はい、というわけでね、はい、今日はここまで。はい、感動の展開。え、悲しい。え、結構開けなかった。なんかいや、ちょっとレベル高くなりすぎちゃったから。すいません。強くなりすぎて強くなりすぎてしまったようだ。はい、はい、今日ここまで。はい、おしまい、おしまい。